やあ。まだ力を隠していたのか。お待たせミラン、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンドラン、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。また時を来たらシソンと出てもらいます。すみません。よろしくお願いします。セル。死の淵から蘇ったことで、私はさらにパワーアップしてる。何よ、不死。気でも。僕の。思い上がりで死んでしまったお父さんの肩に乗ってて嬉しいんだ。貴様はぜひまだこの手に殺したと思って。ご飯のやつどうしたんだ。これに様子が。ミラたちのせいでしょうか。ご飯さんのパワーが落ちているようです。ご飯さんを助けてセブを倒してください。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。そんな、まったく、この私、あいつ、やったやった。どうやら助かったようだな、俺たちは。やあ。
番組の途中ですが人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西の都の南方キャブリッジタウンです。これは俺の体がどうなってるんだ。トランクス、君の存在が歴史から消滅しようとしているわ。何ですって？あの二人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえあまり時間はないわ。言ってくれるわね。すみません、お願いします。私たちに向かってくる奴がいたんだよ。お前も俺たちのおもちゃにしてやる。そうはいくか。ごはんさんの仇、俺が取る。ガキが懲りない。お前たち気に入らないんだよ。つもりかい？前に殺した孫悟飯と気に変わらないあんたも。やっぱり俺じゃダメなのか。
野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。なんとか人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てない。ですが、生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな。あら、来るとわかっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた。そう思ってるかしら？残念だけど、歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体が元に戻りません。それどころか、どんどん透き通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだ。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そうだ、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな。俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。あなたは？なぜ完全体に。決まっているだろう。17号と18号を吸収に来たの。17号と18号を。まさかそんな。それにしてもなぜ俺の名前を知ったの。そうか、お前過去に。妙に事情に詳しい。このお仲間は過去から連れてきた。何にしても邪魔をするなら生かしてはおかん。
お前が存在する限り人類に未来はない。絶対にお前はここで倒す。完全に消え去ってしまえ。セリー多少腕も上げとる。まだまだ私には遠いか。完全体じゃなく言えば危なかった。どうしてこんな、一体何があったんだ。仕上がって、代わりに俺が片付けてやろう。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ。あなたは時の流れを超えて、俺を助けてくれました。一体、何者なんですか？いつかわかる、ですか。それはどういう、消えた。なんだか、不思議な気分ですね。でも、これでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません、ご心配をおかけしました。それにしても、あの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それに、なんだか禍々しい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか。心当たりがあるんですか？ いえ、きっと違うわ。あいつはもう、この世界に出てこれないはずだから。やっ！やこれがスーパーサイヤ人、そしてスーパーサイヤ人2、そしてこれだ！うわー！これがスーパーサイヤ人3だ。
怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ、こんなバカなことが起きるなんて。間違いない、あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません、あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇、もしかしたらブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても歴史の流れが変わってしまいます。奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止して。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。またあんた、どこ行ってもついてくるんだから。ほんとしつこい連中ね。どうやったのか知らないけど、トランクスも助かってるみたいだし。孫悟空の前に貴様たちが手をつけて対一だ。わざわざそんな面倒なことしなくても。俺が負けるとだ。そういうわけじゃん。貴様の本気を見せてみろ。久々に強敵に会えて嬉しいのね。未来の世界じゃ強い奴はみんな倒してしまったものね。新しい暗黒魔界の王の力見せつけてやりなさい。ようやくミラにもダメージが見えてきました。このまま一気に押し切ってしまいましょう。俺だ、俺でなくてはならないのだ。貴様、貴様などに。
どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。